で、今回の、えっ、ー、と、SFL ですよ。俺は、えっ、ー、と、誰に行く担当だったかと言いますと、えー、ネモシュート。ネモシュート担当だったね。うん、あ、グーリーンどどで、えっ、ー、と、そう、ネモシュート担当で、 ネモシュート担当。そう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 。ネモシュート担当だね。そう。だから、まあユ、ゆ、ゆりやんと、で、まあ、シュートはチュンリーもやってたから、チュンリーと、えー、ネモが使うであろう、ファルケの3キャラだけ。ちょっと時間もなかったからね。まあ、ギルとかまでは、手が回んなくて。ただまあ、ギルって、 で、SFL 通してあんまりなんか活躍してないなって思うから、そんなに出せないんじゃないかなっていう、読みでもう捨て,捨てましたね。ただし、うん、なんていうか、そんなに難しい組み合わせじゃないから、うん。別にいいかなっていう。えー、っと、アキラって担当とかなく、あ、そんなことないよ。だから、えっと、ヒ口に対して誰が行くかは、ギリギリまで。 えっと、俺が決める役割だったんだけど、ま、ギリギリまで、俺が考えてて、ま、あいろいろ考えて、なぜ出したら、なぜ、なりだったのかっていうことは、ちょっと企業秘密になっちゃうんだけど、うん、ま、いろいろ考えて、ま、なり君行った方がいいんじゃないかっていう。ので、なりが行ったっていう感じだね。うん。実際、出なかった人の担当は、ちょっと言えないです。うん。あきら、えっと、 アキラが誰を担当したかは一応やめときます。企業秘密なんで。そうそう。まあで、それはいいんだけど。で、ファルケはね、あんまり自信なかったんだけど、直前に結構、えー、ミナギニーと、あとザベスさんにお願いして、あ、ファルケこんな感じでやればいいんじゃねっていうのが、自分なりに、ちょっと見えて。そう。だから、えっ、ー、と、ネモのファルケ置きに、 誰が行くか問題っていうのもあって。まあ、俺は、歩け置きだったらちょっと嫌だなっていうのがあったんだけど、今日、まさに今日、これ行けそうだなって思って、じゃあねも歩け置きでも、僕行きまーすみたいな、感じで。うん。だ結構だからその、やっぱレッドブルに行ってたから俺が、うん、練習の時間がなくて、組み合わせとかもかなりギリギリまで、決めかねてて、 当日に全組み合わせがちゃんと決まったっていう感じかな。うん、まあ、っていう感じですかね。まあでもそんなこんなで、でも勝ててよかったですね。うん。ちょっと準備期間を考えると怪しかったかなという気もするけども。まあ勝ててよかったです。はい、ファルケ戦はどこが想定と違ったんですかあ、いや、なんかね、ファルケ側がもっと攻めてくんのかなって思ったんだよね。そしたら、 全然攻めてこなくて。うん。モケさんの試合後、孫さんがちょっと厳しくモケさんに行ったらしいです。ええー。なんて。バロやらせてって。消しめに行ったの。バロやらせて <laughs>